はい、どうもこんにちは、マサヤンです、本日も続きやっていきたいと思います。ちょっと前回はですね、やはり、画面用意しまして途中離席となりました。基本的にゲームに弱い、私マサヤンでございます。ゲーセンね、ゲーセンもなんかありそうやな。ちょっとフォニック・ザ・ファイターズ、駅前なんかありそうな気がするけどな、予想では。こう行ってみるか。絶対一応もつけられるよね、カイトさんと。あれどこだ入り口。あるかなーと思ったが、なりませんでしたね。もう。どけ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 っていうの。もうほんと。マジでね。バケモン級の肉体音と。はい、いい夢見ろよ。ちょっとは運動になったな。あそこだな、剣持ちの。確か名前は剣持ち、シューちゃん、シューちゃんって言ってたな。テンダーを越えて、ここ。張り込んでんのか？なあ、俺たち。そうか、野球の試合が。お、シュウちゃん今出勤したところ。わからん。だがそれじゃあ、火貸してくれよ。ん同じだな、タバコの銘柄。言ったろ、未成年だろうが。やめとけ。さ、さて、ちょっと場所変えるか。なんでだ。同じ場所でずっと張ってたら怪しまれるだろう。それと服装も変えるぞ。ギュスターブ。いや、めっちゃ怪しいわ。お、よし、つけてみよう。いや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 。
踊り怪しいやん。はい、まあ尾行のルールは。危ねえ危ねえ。その辺だけ返さめんな。ジジイがおるや、うんうん、孫みたいに可愛がっとる犬、でな、それじいさんに食わしてしゅーちゃん、冗談のしさあ、犬は西尾が可愛がっとるわ、よう懐いとる。恐ろしい冗談やな、ほんとホットドッグにして届けてやったわ、なんちゅうやつよね。寿司三昧に。走れと。西尾がな、毎晩合コンやっとんねん。あいつ女が欲しくて必死やねん。かっこ悪いわ。メンズエステとかすごく言ってる子だよね。あいつか、あの子めん。男磨けば女の方からやってくるもんやが。あいつは中身があかんねん。心が汚いねん。エステで顔磨く前に心磨かなあかんわ。今度グレン会で竹にでも打たれに行くのもええかもしれんな。でも心が綺麗になったらハングルとかやってられないんじゃない。何言うとんねん。俺らは汚いことなんか何もしとらんで、ハングルなんて人が勝手に言うとるだけや。俺らはな、ただの仲良しグループやねん。寄付なんかもしとるねんで。うん、そうなんだ。どういうことやねん。寄付もしとるやねんね。な、人によりけりやろ、そんなの。あれか？もう分からないな。
あれか、見えなかった。ダンディーカレー。おもろい名前やな。話せよ。その人嫌がってんだろうが。ん？あん？話せってんだろ。ちゃんのやつ。このガキ。早く行きなよ。邪魔しやがる。待て。んだてめえ。こいつの親父か？ほんと邪魔かすんな。じゃあ。覚えてやがれ。おっさん悪い。剣持ちを追わなきゃいけないのに。そうだな。だがお前がやったことは正しい。だから気にすんじゃねえ。そうか。それに剣持ちはまだこの近くにいるはずだ。急いで探すぞ。ああ。そこで死んだ足崎おるやろ。あいつがあそこにピアスしとったらしくてな。あれ、かすんとき外すんかな。普通は外すせやけど、そぎゃお稲荷知らん。耳たぶって、おいかまとあかん、あかんわ。ジェネあか、関西と関東の違いか。まあまあ、か、関西のノリは分からんねやろな、やっぱ。なかなか関西のノリって分かりにくいんかね。どうなのか。ブんじゃねえかなと思うけど、俺思うに。いや、もうバレバレやん。絶対にバレてるって。マジこれ、
確かここに大丈夫やな。つけすぎましたね、ちょっと。多いな、止まるやつが。兄貴、あいつらっす。ん？あ、さっきの。お前か。俺の後輩を。ねえ、それどころ。まためんどくせえな、邪魔すんなよ。やらせてもらうぜ。はい。バイク使います。あ、スクーターか。スクーター。うわっ、おおー、はあ、そんなんあんねや。はあ、めっちゃ飛んでたな。邪魔すんなよ。手間かけさせやがって。めっちゃなんか覚えてる。いいね。いろいろ覚えとくといいよね。EX 茶か。蹴られてんの？バレてんじゃねえのかな？俺のグレンカイもでかくなったもんや。すごいよね、シューちゃん。そや、グレン、みんなニックネームで呼び、そうな。グレンカイのメンバーは困った時は助け、仲間傷つけるやつ。そやけど入るも抜ける。じゃあ。もちろんや。生きたまま皮剥いで、その皮目の前でいい。偉いね、シューちゃんは。それを聞いて女はどうも思わんのか。全然エラーがねえわ。何をもって偉いと感じれたんや。教えてくれ。マジで。なかったな。こんななかったな。1万5000円もらえますね。なあ、どうした？
あ、やっぱ母ちゃんだ。なんだと？きっと剣持の。まずい。え？剣持ちの野郎。わ。話せ。ミコさん。どうする？もたもたして、ま、危ねえから。行くぜ行くぜ行くぜ。やっぱ頭良かったなあいつ。おい。カイト。なんでって。ミキコと一緒。それじゃあま、詳しい話は。ミヒコさんなら上に連れて行かれた。ち、カイト。そ、言われるま。早速現れやがってる。ほう。さあ来い。どりゃ。はい。はい。環境破壊、環境破壊。こういうのはね、あえて行かなくて、なんかアイテムがありそう。はい、アイテムを。スタミナ X がいっぱいだな。出てくるかな。ないか。来そうやな、なんか。おい、怪盗だ。ってことは怪盗だ。暴れるぜ。はい。はい、観葉植物。植物の威力をなめんなよ。はい。どんなんかあるかな。行きか。おお、来たか。てめえ、まさか。あんた。この女の用心棒とか抜かしてたんやってんな。はあ、一歩遅かったようやな。あんた何を守るつもりやったんや。怒らしちまったな。
骨を砕き、お互いの戒律で真っ赤に染まる。思い出す、地下闘技場で戦った日々をよ。アドレナってるやろ、決勝戦や、カイト。来い、お前は殺す。カイトさん、まあね、めっちゃ強いな、やっぱ。伊藤さん、おお、伊藤さん、クロスボンバー派遣。たまらんで、お前は死ぬまで終わり。ミコ、はい、どうもご視聴ありがとうございました。ノホーもケンモチも騙されたということは、誰かいるな、裏に。あー、なるほど。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。どうもね、裏に誰か手引いてる感じがしますけども、それはまたね、次の章で多分相当分かっていくでしょう。はい。ですね。いつも通り、リンクを右下に貼っておきますので、よろしかったらですね、チャンネル登録の方をしていただけると幸いです。ご用意ください。グッドボタン、高評価もね、していただけたらあれでございます。それではまた、次回の動画でお会いいたしましょう。それでは、失礼します。